ベントの空間デザインを受けるようになってきたら、それを見た方がお店のデザインを依頼してきたりして、そこからお店のデザインも 7,8 店舗ぐらいはしたりとかしましたし、同時にその空間のイベント空間のデザインもすごくたくさんやることになっていろいろやってます。ただ僕やっぱグラフィックデザインっていうのがベースにあるからなのか、よく人に言われるのは、その視覚的にこうなんか空間デザインってすごい立体的だけど感じるのは平面的だって言われるんですけど、まあそこは僕もちょっと自分ではへーって思ったところだったんですけど、なんかやっぱり人が入って、じゃあここに立ったら何が見えるかとか、ここに座ったらこれをどういう光がこう入ってきて人が触れるかとか、それが様々だと思うんですけど、それを一個ずつ感じながら空間作っていくことは結構僕の中ではグラフィック作っていくことと割と似てるというか、そこに間があったり、空間がとオブジェクトの関係性っていうのをどんどん削ぎ落としてシンプルにしていく、派手だけど伝えることはシンプルっていうか、すごく必要なものだけの方が強いと思うので、そういうのを割と大事にやってますね。